でライブコマース話題の今やってらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思いますけど、その動画を活用した商品紹介とかにも IGTV は役立つかもしれないんですよね。そうですね。こんにちは、グラッドキューブ TV です。このチャンネルでは現役のウェブ広告代理店社員によるウェブマーケティングが学べるチャンネルです。初心者の方にも分かりやすいように解説しています。他にも仕事やスキルアップに役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録していただいて、次回の配信も見逃さないでくださいね。では今回はインスタグラムの IGTV についてお話ししたいと思います。 IGTV って何でしょう？ IGTV というのはもう簡単に言いますと、インスタグラムのストーリーズの長い版だと思ってください。おー、インスタグラムのストーリーズは確か最長で1分。そう、1分、まあ15秒ごとに区切られちゃうんですけれど、1分までのアップロードで、まあ、15秒ずつに分割されるというのがこうストーリーズになるんですけれど、 IGTV はなんとストーリーズの60倍である60分です。もう一つのドラマぐらい撮れる。本当にドラマですね。長い。そんなに長くあるんですね、その投稿することが。いや、そうなんですよね、まあ、たくさん何かをいろいろ見せたいとかね、発信したいっていう時に、まあ、便利ですよね、60分も発信できるんで。ただぶっちゃけ60分って見ますちょっと長すぎるかもしれないですよね。まあスマートフォンで、まあ、インスタグラムをおそらく見てると思うんですけれど、インスタグラムを見る時間って、例えば何かの待ち時間と空き時間であったりとか、あと何でしょう、電車に乗ってるタイミングにちょっと見るとかね、そういう隙間時間に見られることっていうのも多々ありますので、長すぎるコンテンツって見られないケースも、そもそも時間的に無理なケースっていうのが非常に多いかなと思ってますので、60分まで OK なんですけれど、ただそこまでおそらく見る方って少なくなっちゃうので、もう少し短尺で良いかなと思います。私全く IGTV 分からないんですけど、そもそも IGTV っていうのはよくフィードとかにあるような正方形の形で表示されるものなんですか？え、フィードには表示されないんですよ。なんと、あの縦型のスクリーンで表示されますので、うん、はいはいはい。じゃあストーリーズとかの表示と本当に、あ、そうですそうです、あのイメージってことですね。あのイメージですね。でタブがあるんです、 IGTV っていう。おお、インスタグラム開いていただいた時にIGTV っていう、うん、まあ、上部にですね書いてるところがあるんです。こうタップしていただくと、その IGTV 専用の何でしょう、うん、コーナーみたいな感じで、おお、IGTV だけが、そうです、見られる。おお、じゃあほぼストーリーズの長い版というふうに考えていいと思うんですけど、はい、そう、ストーリーズって一定の期間24時間以降は消えちゃうと思うんですけど、うん、それは今回の IGTV に関しては消えちゃう。IGTV に関しては消えないです、うん、お、残る。そうです、おそらくいつまでも残ります、削除しない限りなるほど。じゃあ大事なコンテンツであれば残しておくこともできるし、うん、ってことなんですね。そうですそうです。なるほど。あと、はい、ストーリーズとの大きな違いって言ったら、うん、ストーリーズ、まあ、フィードの投稿もそうなんですけど、 URL が設定できないんですね、うん、今まで投稿には URL 設定できなくって、できるとしたらアカウントの説明欄、概要欄、うん、まあ、アカウント、このアカウント何々ですみたいなところに、まあ、リンクを貼るぐらいしかできなかったんですね、うん、なので例えば何かこの商品を紹介して、そのままその自社サイトに誘導したくても、まあ、広告だったらできるんですけど、通常の投稿だったらできなかったです、うん、それか IGTV だとリンクを設定することができるので、はい、IGTV で何かしらの商品とかサービスとか紹介して、うん、興味を持ったユーザーだったら、まあ、そのままその設定しているリンクをタップして誘導するっていうことも可能になります。じゃあ IGTV はそもそもどこから発信できるのかっていうところで言うと、インスタグラムの中ですか？そうですね、インスタグラムの中に IGTV っていうタブがありますので、うん、それタップするとなんかプラスみたいなボタンがついて、右上に、そうそうそう、はいはい、プラスみたいなボタンがついてるので、それタップすると動画選択できたりとか、うん、おそらくそこから撮影できるのかなっていうところで発信することができます、はいはい、と別
に専用のアプリもあります。 IGTV という、うーん、 IGTV だけが、そうです、特化したアプリですね。例えばもう IGTV をたくさんこう投稿発信されたいクリエイターさんとかがお使いになるのがぴったりかなと思っていて、まあ、通常見ていただく分だけにはインスタグラムアプリだけで十分完結できるのかなと思います。IGTV のアプリの方にはインスタグラムのフォローしてるデータとかフォロワーさんのデータとかを引き継ぐことはできるんでしょうか？あ、そうですね、それは引き継がれます。なのでインスタグラムアカウントのフォロワー数が多ければ多いほど、まあ、うん、そこでもね、あ、多いなって思っていただくことができると思うので。なるほど。その投稿した IGTV にどうやってこう拡散するっていうか、なんか見てもらいたいじゃないですか。でもその IGTV のアプリをもともと持ってませんみたいな人にも見ていただきたい時ってどうしたらいいですかね？その場合はストーリーズから誘導することができます。ほうほうほう。あのインスタグラムのストーリーズと IGTV はお互いを連携させることができるんですね、うん、なのでストーリーズを見ているユーザーにそのまま IGTV にこう誘導すると。うん、なるほど。そこをタップしたら IGTV の方に飛んで続きを見るっていうことができる。そうですね。でまず短いので、はい、これ興味を寄せ、うんうんうん、させて、で長い IGTV でゆっくりとこう視聴させる、はいはい、あとインスタグラムの検索にも表示することができるんですね、はい、IGTV は URL もそうなんですけれど、うん、ハッシュタグも設定することができるので、そのハッシュタグ検索したユーザーに対してその IGTV 見せることができると。おー、 IGTV そのものにハッシュタグをつけて、つけたハッシュタグを検索しているユーザーに IGTV の内容を見せることができるですね。そうです。さっき私は小顔にすごく興味があるんですけど小顔に結構検索して、どうやったら小顔になるかなとか、はいはい、その時に、まあ、小顔ってハッシュタグついてる IGTV だったら、うんうん、あのマッサージの方法とか、あ、いいですね、そういうのが、うん、誘導できるってことですね。美顔器とかね。あ、そうそう、美顔器とか最近、はい、ママと買いましたけどもう購入しちゃってたんですね。そうですね、それもインスタグラムか何かで見たかもしれません、うん、おー、でライブコマース話題の今やってらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思いますけど、その動画を活用した商品紹介とかにも IGTV は役立つかもしれないですよね。そうですね。ではその IGTV の出し方とかは分かったんですけど、実際どうやって上手にこう IGTV を見せればいいのかみたいなのって分かんない方結構多いと思うんですけど、うん、どういう感じがこう心をつかむ IGTV を編集するコツなんですかね？そうですね、まずポイントいくつかありまして、はい、まず、まあ、最初に見てもらう、発見してもらう時って、うん、まあ、最初の見た目が重要っていうところがあるので、サムネイルをしっかり作っていただくことが必要になってくるかなと。どんだけ優れた動画とかコンテンツがあっても、最初にまずこうタップするなり見てもらわなきゃ、まあ、正直意味がないと、なので、まあ、これ YouTube とかにも言えることなんですけれど、サムネイルのテストを実施するとかが必要になるかなと思います。まずはクリックしてもらうっていうところですね、うん、そうですね、うん、と、まあ、内容がね、それサムネイルと、まあ、マッチしてるかどうかっていうところも重要かなと思います。せっかくタップしてもらっても全く関係のないような動画ですと、まあ、さよならってなると思うので何といっても、うん、あの IGTV 見るものってスマートフォンなので、はい、スマートフォンユーザーに見てもらうっていうことを意識した編集にしてもらう必要があるかなと、うん、例えばパソコン使ってだいたい動画編集する方多いと思うんですけど、パソコンだったら大きな画面で見れるので、うん、文字とかもついついパソコンサイズで考えがちなんですよね。でもスマートフォンで見たらとってもちっちゃかったとか何これ全然見えない、老眼になったかなみたいなあるある、そんな感じです。ちっちゃすぎて見えないっていう、まあ、自己満みたいなテロップになっちゃう可能性もあるので、そこもちゃんとスマートフォンで見た時っていうことを意識して作る必要がありますね。なるほど。でもちょっと大きいかなぐらいで作っていただいた方が、実際携帯でちっちゃい画面で見るときにはちょうどいいかなと。そうです、もう疲れてる時のね目でもちっちゃいの見たら目がしょぼしょぼするので、はい、そうですね、いろんな年代の方がご覧になっていることも考えながら。そんなに言ってないんですけどねまだまだ若いですけどね。疲れ目です、疲れ目、疲れ目がね、うん、
あとはその、まあ、動画のテレビとか、はい、テレビ CM とよくウェブ広告って言われるところあるんですけれど、冒頭にインパクトを持ってくることが必要になるかなと思います。冒頭がなんか何これっていうので終わっちゃうと、もうすぐ次のコンテンツ、別のコンテンツに行ってしまうと思うので、離脱してしまうと思うので、冒頭にこれは一体何なのかとか興味をそそるような部分をですね持ってきていただきたいなと思います。あとはまあ60分の尺、最大60分ですけれど、そんなに長いのは先ほどもお伝えしたようにあまり見てもらえるケースが少ないと。なので、まあ、なるべく短めで伝えたいことを伝えるようなものにしていただくのが良いかなと思います。簡潔にまとめる。そうです。まあ、ドラマとかでしたらね、うん、長くないと面白くないかもしれないけれど、そうですね、まあ、要所要所を伝えるというところですね。そうですね。あとはインスタグラムとの世界観を統一させることが必要になります。うん、まあ、全然ね違うものだったらなんていうかがっかりって言ったらあれかもしれない。なんか気もギャップがね、そうそう、ギャップがですよね。あ、インスタグラムめちゃめちゃ綺麗な感じで撮ってたのに、IGTV に飛んだらちょっとフランクすぎるおじさんが出てきたみたいな。すごいな。それはちょっと面白そうかもしれないけど。逆に面白いかもしれない。逆に面白いかもしれないけど、まあ、なるべく世界観は統一しましょうっていうことですね。うん、勉強になりました。はい、ということでIGTV についてお伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは現役のウェブ広告代理店社員によるウェブ広告に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グラッドキューブでは毎月5社限定で無料アカウント診断も行っています。経験豊富なスタッフがアカウントの改善ポイントをお伝えします。チャンネル登録がまだの方はこちらからご登録お願いいたします。